はい、皆さんどうもテントモです。というわけで本日12時のお知らせ動画を撮ろうと思って今ねお知らせを開いたところ、なんか追加されておりまして、重要っていうね、そう12時確認した時はなかったんですけど、で今夕方収録しているんですけども、緊急メンテナンスのお知らせ、緊急メンテナンス、ガシャ機能メンテナンスのお知らせ、15時35分更新、さっきですね。何があったのか、何があったのかって、ガシャか、ガシャ何があった、不具合の修正が完了しましたのでメンテナンスを解除しました。ユーザーの皆様にご迷惑とご不便をおかけしていることをお詫び申し上げます。何があったんだ。現在ガシャ機能の緊急メンテナンスを実施しております。ガシャ以外はプレイ可能です。詳細につきましては改めてお知らせいたします。何があったんだ何をやらかしたんだ。新年一発目の緊急メンテ、新年一発目の大きな不具合、ガシャ、なんだろう。まあでも普通に考えて昨日追加されたガシャかな、ヨン様かな、ヨン様ペッシェですよね。さすがにそれ以前のガシャを今頃何か発覚してっていうことはないと思うので、うん、昨日追加されたペッシェとヨン様がなんかあったんだ。不具合？あ、これかな？これに書いてるかな？これか。修正済みの不具合。現在開催中の黒き獅子キャラガシャにおいて、提供割合に表示されている C0199 リディ・マーセナスのアイコン画像が本来のものと異なっている不具合を修正しました。そういうこと。もっとなんか大きなあれかと思ったけど。あ、そうなんだ。今回確認してなかった。大したことはない不具合でしたね。まあその画像になんか騙されてどうとかって、まあそんな大丈夫だと思うんですけど。ああ、そうなんだ。あ、びっくりした。もっとなんか性能に関わるものかとね、ちょっと思ったんですけど。しかもヨン様の方じゃなかった。ヨン様ペッシュじゃなくてリディの方だった。黒木獅子。今頃あれ1週間経ってるよね。みんな気づかなかったんだ。あ、それかあれか、1月4日から本格始動ってことで、うんね、年末年始の正月休みが明けたってことかでって感じですかね。いや、よかったです。そんな大きな不具合じゃなくて、はい。ということで、イベント予告、バトルラッシュ、本日のお知らせ一つ来ております。バトルラッシュ、久々すぎるバトルラッシュでございます。先月なくて、先々月もなかった、11月12月なかったかな。12月はなかったよね。11月もなんかなかったような。なので10月以来3ヶ月ぶりのバトルラッシュとなると思われます。はい、ってことで、これは相手が赤属性、青特攻バトルラッシュですね。バナーは特にね、以前のものと変わってない感じです。はい、ということで1月11日よりイベントバトルラッシュの開催を予定しておりますということで、まあ HP を回復しながら、上に登っていくイベントです。はい、最初の頃はね、何十回もありましたけど、今や5回しかないっていう5回プラスエクストラ2ですね。ってことで、まあ、僕バトルラッシュが一番重きを置いてない
バトルイベントなんですよね。エクストラもほとんどクリアしてない。まあ、今回どうかな。艦長ノルンいるので。艦長ノルンはダメか。フリー属性。でも、どこまでやれるか見てみましょう。はい。まあ、青特攻なので、まあ、ユニコーン NTD が活躍するのかな。はい。ってことで、はい。こんな感じでございました。はい。で、本日あれだ。いつ来るのって思っていたんですけども、受け取ったかなとも思っていたんですけど、でもそんなこともないよなと思っていたんですけども、プレゼント、来ました。ついにダイヤ ×3000 生放送のキャンペーン報酬ですってことで、ようやくね、今回ちょっと遅いように感じたんですけど、まあやっぱり正月休みだったからか。ってことで、ありがたく受け取りたいと思います。はい、これで僕は7790まで戻すことができました。はい、さあどうしようかっていうね。ユニコーンはゲットできましたけども、バナージがまだ手に入ってないので、バナージのために引くかどうか、それともユニコーンをさらに嫁らせるか、それとも貯めるか、といった選択肢となっております。はい。で、もうちょっとなんかないかな、短い動画なので。エクストラね、エクストラなんですけども、まあいろいろとクリア情報コメントしてもらえてありがとうございます。返信できておりませんけど、しっかり目を通させてもらっております。はい、クリアできた方素晴らしい。で、まあそのコメントのクリア情報だったり、あとクラメンのねクリア情報を見るところ、やっぱり重要なのがパイロットなのかなって。僕が持ってないパイロットで皆さんほとんどの方がクリアされておりまして、シャズゴ、まあ基本的にはシャズゴが多いんですけど、そう、最もね多くシャズゴでクリアされてる感じなんですけども、シャズゴでクリアされてる方のほとんどがやっぱりねシャアなんですよね。そのシャズゴ専用のシャア、これのセットで皆さんクリアされていて、やっぱり専用機のセットがとても重要なのかなと、まあエクストラ攻略動画でも触れておりますけど、そうそう、それを僕が持ってないので、そこなのかなっていう。まあ限定シャアでもクリアできたっていう、そういうのもあったんですけども、基本的には、このシャズゴのシャ、あれを使わないとなかなか難しいのかなっていう、そういう印象です。で、あとこのインコでのクリア情報もいくつかあったんですけど、皆さん揃ってリディですね、赤リディ、バフがすごい入る優秀なね、あのリディがないとインコはこれまた厳しいのか、そうじゃなかったらもうちょっと突を進めるか兵装強化を進めるかとか、無突でクリアする場合は多分赤リディが必須なんじゃないかなっていう、そういう印象です。はい。で、中にはね、この SR エンゲージ BWS でクリアされたっていう方もいらっしゃったんですけども、まあがっつりね兵装強化フルにされたということで、これはちょっとね、非常に、まあ、やればできるっていう証明ではあるんですけど、難しいのかなと。で、残るは霊気なんですけども、霊気でのクリア情報はまだ届いておりませんね。3突、そしてカスタム13まで上げないと、でも上げても、検証動画出しましたけど、ちょっと難しいのかなと。はい。ということで、まあ、ちょっとしたエクストラ攻略情報でございました。ってことで、今回はこれで終わりたいと思います。あ、そうだ、最後にね、今朝引いた無料ガチャの動画をちょっと貼り付けておきます、おまけとして。はい、ぜひ見てください。はい、では今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。
それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。